前田工房のクラフト万歳。はい、やってまいりました。本日29日目でございます。ですね、今日はね、やる場所がスタジオもない、家でもできないというわけで、外でやってしまおうということで、とあるね公園に来て、いい公園見つけたんで、そこで今日は練習したいと思います。そしてなんとね、眩しい、じゃん、素敵な切り株を見つけてしまったので、おしゃれに切り株の上で、練習してみようなんて思いました。それでは早速練習したいと思います。寒いですけどできるかな。うまくないのに外で練習するっていうね、精神力を鍛える練習です。寒い。だからなかなかうまくできない。手が動かない。
いぶ日が沈んできてしまいましたが、もうちょっとだけやって、今日ねちょっとピックがないんでね、指になっちゃうんですけど、ちょっとで間違いない気がする。日がなくなったから寒い。もう無理かも。終わろうかな。日が沈んだんで帰ろうかな。ちょっと今日あんまり長い時間できなかったですけど、まあでも外でね、弾いてみてこう精神力を鍛えるというね、今日はいい日になったと思います。路上ライブも夢じゃないかな。はい、じゃあ今日の練習終わりたいと思います。まあ夜やるでしょう、絶対にこの感じだとね。はい、というわけでまた明日見てください。さよなら。